はい、この前の、はい、大津さんが、うん、第44回千鳥ヶ淵千、あ、千鳥ヶ淵全戦没者追悼法要に参列いたしました、うん、っていう言った話があったやんか。ありましたね。それが今でもくすぶってましてね。まだ引っ張ってましてね、その話。まだ引っ張って。まだ。またなんかさ、まあ、うん、まあ、大体想像つくと思うけどさ、まあ、この件に関しては大津彩香さんと幹事、うん、まあ、幹部の明戸亮太さんの2人のやらかしとも言えんだけど、うん、やらかしちゃってっからさ、もうなんか、うん、ああって感じなんや、ほんまな、うん、ほんまに。まあ、大津彩香さんはまあアッパラパーで有名やからまあ言えねえけどさ、その明戸亮太さんよ、お前その大津さんよりはまだ常識人なんかどうか知らんけどさ、うん、まあ、ちょっとなんか漁せよな、ほんまに。暴れ馬、じゃじゃ馬、大津彩香さんまをな、ちょっと漁せ。お前はほんま筋肉ばっかり鍛えてんと。まあ、筋肉鍛えるのはまあ俺も好きやから、まあわかるけどよ。筋肉鍛える喜びはまあ分かち合えると思うけど、大津彩香さんを漁せ。ほんまに何かっつったらね、その、まあ、戦没者、追悼法よな。うん、追悼法要に行ってさ、うん、で、まあ、まあ、大津彩香さんにケチつけたい人はいっぱいいるやんか、俺も含めて、うん、まあ、弟子もやろ。あ、弟子はそうでもないんか、弟子も巻き込んだらあかんな。弟子は別に大津彩香さんにケチつけたいわけではないのか。今もうちょっと面白かった、ちょっとおもろかった。面白かった。弟子はどう思ってケチつけたいのか、だからケチつけてる俺の話を聞くのが好きなのかとかいろいろあるやんけ、うん、ケチをつけて、うん、もう熱が入りまくってる時の師匠の話を好きでいいなよ別に。まあ弟子は直接ケチつけへんもんな、あんまりな、うん、俺にどう思うって言われた時にちょっと言うぐらいでな、うん、そうやな、まあそういう図式なんですよ、うちのハッコリアは。まあそんなことはどうでもいいんだけどさ。いや、だから弟子的には師匠は大変だけど、師匠が火をつくようなネタが来ないかなって思った。そう思ってんやな。うん、師匠は大変だけど、うん、ほんで何がくすぶってたかっていうとさ、その法要にどういう立場で行ったのかっていう、立場っつうかさ、例えばさ、うん、この千鳥ヶ淵全戦没者追悼法要は、うん、一応申し込んだら誰でも行けんのよ、うん、この前の8月15日の大津さんが行きたがってた、うん、追悼式、国がやってる、国なんかな、うん、まあ政府なんかな、なんか分からへんだけどさ、政府が主催のあれじゃなくて、あれはもうがっちりさ、ちゃんとしたこう決まりがあってさ、こうこうこういう、うん、まあ、国政政党のに招待を送るみたいなさ、うん、まあ、あったらしいんだけど、うんうん、それは来へんだらしいんだけどね。今年は大津さんのところ、なぜなら議員がいないからです。で、だから斉藤さんは行ったんやったっけ今年、まあ、それに、うん、それに関してグヌヌってなってるか知らんけど、それの意趣返しでこういう千鳥ヶ淵の法要に行ったんかもしれないですけどね、そこは分かりませんけど、なんせこれは誰でも行けるやつやから、うん、普通に一般の人と同じように申し込んで行ったんじゃないのとかさ、うん、どうのこうの言われてたんや、うん、それをさもさ、国政政党として招待されて行ったんじゃないのとかさ、いろいろ言われてるわけ、うん、でそこでなんかごちゃ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 なんか言ってる人がいて、うん、最後に大津彩香さんが来賓です、うん、え来賓です。なんかわかるかな、って感じ。わかります、わかります、わかります。わかるやろ、こう、どう言語化していいかわからへん、表現が難しい。いやって、どうでもええやろ。いや、俺ははっきり言ってどうでもいいなと思ってて、そのことに関しては。別に、なんか自分で自主的にもう一般人として申し込んでいったのか、まあ、招待されていったのかさ、わからへんねんけどさ、それはどっちでもいいなと思ってたやん。俺的にはね。でもここでそういう議論があった後に来賓ですって口を挟んでくる感じ、しかもさ、来賓ですって自分で言っちゃうかみたいなさ、それはさ、言うならその明戸亮太さんが言えばいいよね。そうそう、来賓として招待されましたっていう、まあまあ、だから大津さんが言うにしてもさ、な、見るに見ながらガーンぐぬぬぬってなってたんじゃない、このやりとり見てさ、うん、私は LINE として招待されたんだいとか思ってさ、ぐぬぬぬぬってなって我慢できないって言って LINE ですって言ったやと思うんだけどさ、
このなんか自分から言っちゃう感じとかさ、LINE、うん、ですってなんかこの言い方もその言い方って感じせんやん。そうそう、ああそうだ、そこもな、それ LINE として招待され、ちゃんと説明すりゃええやんけ。そこが議論になってんやから、だから民族党とし、民族党として国政政党民族党としてその党首および幹事として私とアケドが来賓として招待されました。ちゃんと言え一言で来賓ですとか今の説明ぐらいせなあかんよね。こんなごちゃごちゃなってんだからね、うんうん、そこやし、そこもそうなんやけど今日のメインはそこじゃなくて、はい、え、前置き前置きですこれ、そういうやり取りがあってからのそのアケド亮太さんがさ、来賓証拠お疲れ様でした。はぁ、来賓証拠ってそんなこともあるんですか。こう俺もないろんなな変な言葉を生み出すのに定評があるから、変なパワーワードを生み出すのに定評があるから、新しい言葉を生み出したい欲っていうのはまあわからんでもないけどよ、来賓証拠っていう言葉あるんですか。そんな言葉な、来賓ですって言ってそこでさ、なんか被せるように来賓証拠お疲れ様でしたって何ですか。そんな来賓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 って言いたいんですか。来賓で招待されましたけど何かって言いたいんですか。ヤシナヤシナ、あのそれもまだ前置きやねん。前置き、それも前置きやねん。はい、あのさ、お疲れ様でしたって言ったの法要に、その全戦没者、すいませんすぐ忘れてしまう、第44回千鳥ヶ淵全戦没者追悼法要にさ行って証拠したわけよね、うん、お疲れ様でしたって言うとね、疲れんやったら行くな疲れんやったら行くな思わん。まあ例えばさ、今日ディズニーランド行ってきましたっていうのに、来賓ディズニーランドお疲れ様でしたはいいよ別に。それはまあわーってはしゃいだら疲れるやろねと思ってさ、うんうん、お疲れ様でしたもいいよね。まあ戦没者法要に行って、うん、お疲れ様でした、うん、疲れることに言ったんやね君たち二人。ああだから、ああだからこういうことをやんね、お疲れ様でしたってことは、疲れるってことはこういう、ああ本当は別に行きたくねえけどな、だりーなって、なんか戦没した方よかなんか知らねえけど、ああなんか言ったけどさ、なんかやっぱりね、こう見た目いいことしたいもんね私らね、なんかね、キラキラやから、私らキラキラ大好きやから、こういうなんか、ね、ちゃんとしたとこに行って、国政政党の党首です、党首と幹事です、みたいなことをちゃんとアピールしてかなねーとかね、本当はだりーけど行きましたーって、もう疲れた疲れた、オムライスでも食べようってことやろっていうことになるよ。ならへん、マジで。ならへん。お疲れ様で、疲れたんやろ、大津彩香も疲れたし、明けだりょうたも疲れたんやろ、戦没者法要にて疲れたんやろ、だったら行くなや、疲れんやったらよ。疲れましたってどういうことやね、戦没者法要に言ってよ。まあ、それをよ、言っちゃう。まあ、お疲れ様でしたら、まあ、単なる挨拶って言ったら挨拶やで。うんうんうん、まあ、慣用句や、言ってみたら。慣用句やけどさ、お前、だからあれと一緒やねん。横田めぐみさんに許可取ったんですかねって一緒やねんけ、レベルが。なあ、これ場面によって言ったらあかんことっちゅうのあんねんけ、お前。そもそも横田めぐみさんに関してはさ、分かってないやろ、横田めぐみさんが誰かよ、お前よ、大津彩香さんよ、っていう話やし、それで言っちゃうのもあれやしさ、お疲れ様でした。はあ、疲れた。だって、どう思いますか。もう言わなかったらよかったね。そうそう、そもそも何も言わへんだらね、なんか言うにしてもさ、ここに来てますって、うん、参列しましたって最初そうやったんか。でも最初そうやったけど、みんながさ、どの立場で言ってんのとかワイ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 になってしもたから、うん、こういうことだから処理が下手なまだこの大津彩香さんの来賓ですだけでよ終わっとったらよかったのにな。この明けどのさ、うん、来賓証拠お疲れ様でしたはほんまないわ。もう疲れんやったら行くな、疲れんやったら行くな森関罪人、バイ森関罪人や以上です。はい。